それではですね、最後に日本肺がん学会理事広報委員会委員長、広島大学呼吸器外科の岡田盛人先生から閉会のご挨拶いただきます。岡田先生、お願いいたします。はい、皆さん3時間ですか、長丁場でしたけれども、最後まで残っていただいて、熱心にメモとか取っていただいて、吐きて、ずっと年に6回ほどこう全国やってるんですけど、この市民公開講座を中にはこう歌ったね、もう午後のポカポカした温度がいいところなので、そういう方は一切おられないので驚いています。最後も熱心に聞いていただいてありがとうございます。ちょっと一言付け加えさせていただいて、先ほどの自由診療がどうのこうのという話があったと思うんですけど、やっぱりセカンドオピニオンとかサードオピニオンといってですね、今お世話になっている先生に気を使って、その先生だけの形で自分の病気を判断してしまうっていうのは、やっぱり基本的には間違いとは言いませんけれども、やはりこういう時代ですから、いろんな専門医に話を聞くっていうのは重要なので、もしくはちょっと今言っている先生が自分がこう望んでいる治療じゃないよう方向性であったりするようなことがあると、一度相談してですね、近くの専門医の先生のお話を聞くというのも一つだと思います。我々専門医から見てもぜひそうしていただいて、いろんな私の自分自身の関わった患者さんにしても、そういう形でいろんな先生の話を聞いて、最終的に自分が治療したり、またはお預けしたり、自分の得意な分野、得意でない分野がありますので、そういうこともちょっと頭に入れておいていただけたらというふうに感じました。ぜひお願いしますということと、もう一つスライドを入れていただいてますけど、3枚あるんですけど、これがですね、今年の12月年末ですけど、6日から8日まで大阪の国際会議場で日本肺がん学会、我々の学会の学術集会って年に1回だけの大きな会があります。次行ってください。でこれが最後のスライドで、いろんな企画があるんですけれども、専門的な企画がほとんどなんです。医師向けの、ただ赤のところの患者さん向け企画 PAP って書いてますけど、これは3日間1会場を使って、こういう形で市民公開講座のもう少しこう、詳しい内容を3日間するようなプログラムがあります。もしかよかったらこの肺がん学会のホームページとか見ていただいて、近くなったらそういうの募集が始まりますので、もしか時間が許せたら来ていただけたらなというふうな、広告であります。ぜひメモっておいていただいて、思い出していただいて、いつ頃かな、夏頃になったら相当具体的にプログラム決まっていると思いますので、またチェックしてくださいということで、これで今日のですね、市民公開講座を終了させていただきたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これで終わります。岡田先生、そして皆さん、どうもありがとうございました。以上をもちまして市民公開講座終了させていただきます。本当に最後まで長丁場でしたけれども、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。私も北海道から来ましたので、皆さんに一つお土産を私北海道で取材活動をしてるんですけど、ぜひUHBがんを防ごうっていうホームページが実はあるんですけれども、 UHB がんを防ごう、私がですね、これまで取材した特集がですね、動画で全部公開されてるんですよ。今お話しいただいた免疫チェックポイント阻害剤ですとか、ゲノム医療とか、ロボット手術とか、取材してるのは北海道の病院なんですけれども、きっと皆さんにも役立つ情報が、動画があるんじゃないかなと思いますので、もしよかったら UHBがんを防ごうで検索してみて、動画参考にしてみてください。お役に立てていただけたら嬉しいです。今日は最後までご参加いただきましてありがとうございました。で、皆さんにアンケート用紙もお配りしております。今後の参考にさせていただきたいと思っておりますので、どうぞご記入の上、近くのスタッフにお渡しください。お忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。ありがとうございました。